バラードフランクとミアのバラードと題された4分の3拍子の楽曲のスコアです。好意を寄せている女性がいる状態でオブジェクトを演奏すると、奏者は認識災害の影響を受け、1950年代の高級レストランや赤いドレスを着た女性といった存在を認識するようになります。奏者は、その女性との結婚生活や別れ、取り残されたことによる孤独を一通り経験し、その後、楽曲のスコアを書き始めたタイミングでオブジェクトの影響から解放されます。